どうも、竹の子塾の大久保です。今回もですね、中学校社会の、歴史ですね、の語呂合わせをやっていきたいと思います。で、今回紹介する語呂合わせは、まあ、これもね、前回挙げたのと同じで、間違いやすいやつなんですけど、勘合貿易と朱印船貿易ね。まあ、この、違いについての覚え方をね、語呂合わせで紹介していきたいと思います。で、前回も、何でしたっけね、御成敗式目と武家諸法度ね、これがね、どっちがどっちの時代だったかってね、ごちゃごちゃになるっていう人が多かったので、まあ、語呂合わせね、作ってみたんですけど、まあ、今回もね、この勘合貿易と朱印船貿易ね、なんかごちゃごちゃになる人が多いです。勘合貿易は、まあ、室町時代ね、足利義満、三代将軍の足利義満っていう人が、その時の中国の王朝ね、民っていう国ね、中国の、民っていう国と貿易したのがね、勘合貿易、ね、で、なんで勘合って言われたか、勘合貿易って言われたかっていうと、このね、倭寇ね、その頃、中国のね、海岸のところで、まあ、活躍っていうか、荒らしまくってた海賊ですね。その倭寇というのと、ね、この、日本のね、この室町幕府の義満のね、義満の正式な貿易船ですね。それを区別するために、勘合符っていうのを、使いました。ね。で、次に勘合っていうのを使ってやった貿易なんで、勘合貿易と言いますと。で、一方、この朱印船貿易っていうのは、まあ、ここに江戸時代って書いてるんですけど、まあ、江戸時代の初めの方ですね。後から、まあ、鎖国って言って、自由にね、貿易できなくなっちゃうので、後からこれ、なくなっちゃうんですけど、まあ、江戸時代の初めの頃にね、行われてた、貿易が朱印船貿易ね。で、まあ、これはね、何だったかっていうと、これね、朱印状。朱印状っていう、貿易していいですよっていうね、許可証が、幕府の方からね、江戸幕府の方から出されますよ。で、この朱印状を持った船が貿易をしてたので、まあ、朱印船貿易というふうに言われてますね。まあ、こっちは勘合っていうのを使って、こっちは朱印状っていうのを使ってるので、まあ、一つね、ごちゃごちゃになりやすい理由ですかね。で、まあ、このね、勘合貿易が室町時代、ね、朱印船貿易が、まあ、江戸時代の初め、ね、この時代区分を、覚えてね、語呂合わせが、こちらですね、無関係の絵師、ね、まあ、無関係な、まあ、絵を描く人ですね、絵師、ね。で、まあ、無関係の無が室町の無ですね。で、勘が、まあ、勘合貿易の勘、ね。で、今度こっちの方に来て、絵がね、江戸時代の絵。で、詩が、まあ、朱印船、朱なんで最初のね、詩がこの絵師の詩ですね。で、まあ、室町時代が勘合貿易ですよ、とね。で、江戸時代が朱印船貿易ですよ、とね、いうのを覚えてもらうといいかなと思います。まあ、もっとね、いい語呂合わせあるよっていう人いたらね、下の方にコメントお願いします。では今回これで終わります。どうもありがとうございました。